2022年11月18日、ロシア国防省は投降して拘束されていたロシア軍兵士10人以上が、意図的に殺害されたと主張しているね。ウクライナ兵の行為が戦争犯罪に当たるとして非難するとともに、西側諸国に対してもウクライナの戦争犯罪を無視しているとして、合わせて非難する声明を出したね。戦争犯罪に関しては完全にブーメランじゃない？ロシア側がよくそんなこと言えたよね。そうだね。さて今回は、ウクライナ兵がロシア軍の投降兵を殺害したとされていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍が捕虜を殺害したとする根拠は、SNS などで拡散されている動画などを上げており、SNS 上では殺害されたロシア兵士の遺体とされている動画が複数見られているんだって。その中の一つの動画では、破壊されて瓦礫が散乱している民家の前で、迷彩服を着て黄色い腕章を装着しているウクライナ兵と見られる兵士たちが立ち、民家から出てきて投降したとされるロシア兵数人がうつ伏せにされ、寝かされているところに銃声が響いたところで途絶えているみたい。また、その他にもロシア兵とされる十数人の遺体が撮影されたものなど複数の動画や画像が出回っていて、これらの動画や画像に対してロシア人権委員会は、東部ドンバス地方のルハンシク州にあるマキーフカ村だと断定して、ウクライナ軍による戦争犯罪だとしているのであるが、これらの動画や画像が撮影された日時や場所については、それを確定できるものは一切ないんだって。また、このロシア国防省と人権委員会によるウクライナへの非難に対して、ウクライナの人権委員会ではロシア兵が投降すると偽って、ウクライナ兵に対して発砲したため応戦したに過ぎないとした上で、ロシア側は真相を隠して、ウクライナ軍による戦争犯罪であるとする虚偽の非難を発していると反論し、ウクライナ検察当局は22日に、ロシア兵は降伏を装ってウクライナ兵を攻撃したために射殺されたと指摘した上で、偽装降伏は国際法違反であるとして刑事訴追手続きを開始したことを発表しており、これまでのところ、ロシア、ウクライナ両国の主張は対立しているんだよね。ロシア側はこの捕虜虐待について国連に調査を求め、21日にペスコフ大統領報道官が、戦争犯罪の犯人を見つけ、厳しく罰しなければならないとして、ロシア政府としても改めて調査に乗り出す考えを示し、それを受けた国連側は、ロイター通信が報道したところによると、国連人権高等弁務官事務所 OHCHR の報道担当者が、動画については把握しているとした上で、速やかな調査が必要だとする白国連事務総長副報道官が記者会見で発言したことを示しているみたいだよ。これらのロシア側の主張に対して、ウクライナ人権委員会のドミトロ・ルビネツ氏は20日、SNS への投稿において、ウクライナ兵がロシア人を殺害したのは投降を装ったロシア兵が、迎え入れようとしてウクライナ兵に発砲したためであるとして、この場合のロシア兵の行動は、国際法で保護される必要がある戦争捕虜には当たらないと主張した上で、降伏するふりをして油断を誘うロシア兵の行為は戦争犯罪に当たると指摘して国連に対して調査を依頼。またウクライナ検察当局は22日に、ロシア兵は降伏を装ってウクライナ兵を攻撃したために射殺されたと指摘した上で、偽装降伏は国際法違反であるとして刑事訴追手続きを開始したことを発表したよ。さらに AP 通信によると、ウクライナのステファニシナ副首相は19日、問題の動画について、当然、調査すると述べた上で、ロシア側のウクライナ兵による戦争犯罪であるとの主張については、動画を見る限り事実とはとても思えないとの認識を示したみたいだよ。国連のウクライナ人権監視団トップのマチルダ・ボグナー氏はこの動画問題に先立つ15日に、ロシアによるウクライナ侵略が始まった2月24日以降の捕虜に対する乱暴な扱いや暴行は、ロシア側、ウクライナ側の双方で起きているとの見解を示していたが、ウクライナ側が国連人権監視団を捕虜収容施設に立ち入らせてロシア兵捕虜への聞き取りを許可した一方で、ロシア側はウクライナ兵捕虜への聞き取り調査を拒んでいるとも指摘しており、
国際社会においては、ロシア側が事実を隠蔽して虚偽の主張をしようとしている可能性が高いとの見方が広がっているみたいだね。日本のインターネット上には、この問題の動画について、ノーカットのものが SNS などに上げられているとして、その内容を一部始終紹介している投稿があるんだって。ノーカットのものが SNS に上げられていたんだね。どんな動画なの？それによると、動画に映っている破壊された民家の中から一人ずつ次々にロシア兵が投降して、地面にうつ伏せになっていく中で、先に投降したロシア兵の幾人かが、建物の方に目をやって中を伺っている様子があるとしているみたい。そして、ウクライナ兵の上官と思われる兵士が何らかの指示を出しているところに、民家の中から出てきたロシア兵が上官に向かって発砲し、それに対してウクライナ兵が応戦している様子が見られ、それを見る限りにおいては、ロシア兵がウクライナ兵に対して投降を装い、ウクライナ軍の指揮官を殺害しようとした意図が感じられるとしているよ。これが真実だとすれば、ウクライナ兵がロシア兵捕虜を撃ったのは自身の身を守るためのやむを得ない行為であり、無抵抗の捕虜を殺害したことにはならず、ロシア側の抗議は的外れであるとの指摘があり、ウクライナに侵略して無差別に民間人を虐殺しているロシア側に対して、他国を侵略して混沌を巻き起こしておきながら、何においても自国に都合の良いことのみを発信する身勝手さには心底呆れるなどとの批判が高まっているんだよ。自国に都合の良いことばっかりを発信したり自分たちが悪くないように見せたり、これが事実ならロシア軍には本当に呆れるよね。動画の出どこについても様々な憶測からの意見が飛び交っていて、ウクライナ兵の後方から撮影していることから、ウクライナ側から出た動画である可能性が高いとして、ウクライナ軍があえて捕虜虐殺する様子を記録に残すはずはなく、捕虜正当に扱っていることを報道しようと撮影していたところに、降伏を拒否するロシア兵から反撃されたのではないか？とする意見があるらしいね。またその一方で、ここ数ヶ月ウクライナ軍に押されっぱなしのロシア軍が、遠征気分が漂う国内において反ウクライナ意識を煽るために企画した自作自演の偽旗作戦ではないかとの指摘もあるぜ。ロシアは旧ソ連時代から、今回のウクライナ侵略戦争のみならずこれまでにも多くの、偽旗作戦を繰り広げており、それが明らかにロシアによる自作自演であったとしても、その主張をとことん貫く面の皮が分厚い国家であるみたいだよ。また、自国の行動を顧みることなく他国を批判することも常に実施されてきたことであり、今回の侵略においても捕虜となったウクライナ兵士に非人道的な拷問などを実施して、殺害している事実が各所で明らかになっているにもかかわらず、それについては放火無理をしているんだって。そればかりか。戦争の中で保護されなくてはならない民間人も、ロシアにとっては攻撃対象とされ、民家や電気水道などの民間用インフラなども無差別に攻撃を加えて破壊する国家らしいね。当然、その主張については国際社会から常に信憑性を問われてきたにもかかわらず、批判に耳を貸すどころか批判することを非難する姿勢であり、国際社会での信用は皆無だよ。先日発生したウクライナの隣国ポーランドにミサイルが着弾して民間人が死傷した事件については、ロシアがウクライナに対して発射したミサイルを迎撃しようとしたウクライナの対空ミサイルが誤って着弾したとされたが、これについてポーランド側は責任はウクライナを不当に侵略しているロシア側にあるとの姿勢を貫いているんだよ。それと同様に、仮にロシアの捕虜が殺害されたとしても異常事態である戦争の中では双方にあり得ることであり、そもそもはウクライナを侵略しているロシアに責任があるとの見方が国際社会の主流であるみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。